City ですね。はい。Welcome to our channel. Enjoy our new content with English subtitles created for our global audience. The featured cars in this video are available worldwide. マフラーは TRD のマフラー。カーシートなのでシートヒーターも純正でついてる。やっぱりエンジンが、なんて言ったの？スープラと同じエンジンですか？改めまして8月30日12時49分気温は同じく34度、はい、本日は2本目の動画ですね、はい、さっきはこのシルビア、はい、それであのシルビアを撮ってあげたんですけれども、もう1台は、今日撮る動画は、アリストになります、はい、アリストは YouTube で紹介したことってあったっけ？ちょっと覚えはないですね。ない、はい、まあ、確かにない。実はアリストうち結構売ってます。はい、そういうイメージあるから、ちょいちょい読みますけども、はい、だからノーマルのアリストはあんまり取り扱うケースはなくて、はい、ちょっと変わり種のアリストがあるので、はい、だから前にあったらちょっと写真とかで紹介してほしいんですけど、アリスト TT ですね。はい、覚えてます。はい、そう、覚えます、まあ、それ以外にも、トムスのアリスト結構好きなんで、はい、取り扱ってたりとか、まあ、取り扱ってる と、バックオーダー、注文車両です、オークション代行のご注文とかもあって、3月ぐらいにも1件アリスト久々やったかな。それも距離が3万9000キロとか、知ってない、そう、 V のベルトの線上、はい、お客さんは10万キロぐらいまでで探してるって話だったんだけども、はい、いや結構いろいろ探しに探して、はい、これいいじゃんっていう話ですね、あったので、はい、それをご提案させてもらったらちょっと予算は上がっちゃったんだけれども、それにしてもらったという感じで、はい、まあでも言っても 4,5 ヶ月ぶりぐらいかの入庫になります。はい、でですね、まあ、さっき言ったようにあんまり普通のアリストは、まあ大体今普通のアリストっていうと V のベルテックスエディションでもそのね、発売終了からさ、はい、平成17、8年に終わってるんだから15年は経ってるんだよね。はい、うん、そうだね、15年は経ってて前期型とかだと25年経ってる車なんですよ。はい、なので一般的に普通に流通している中古車はもう10万キロオーバーが当たり前、はい、15万キロとかが当たり前の中で、はい、結構ボロボロの車も多いと、はい、で先ほどから何度も言うように僕あんまりそのノーマルのそこら辺のを持ってくるつもりはなくて、はい、で見つけたこの車と、平成12年式西暦でいうと2000年ですね、はい、の9月登録の、後期モデルというのかで、走行距離がなんと6万キロって感じでしょ。はい、でしかも色がまあ、これはね、色黒がいいっていう人、白がいいっていう人いますけれども、はい、僕は結構好きなこの青ですね、ダークブルー、カラーコード 8P8 のダークブルーになります。やっぱりね、ちょっと色変わってたのが今好きかなっていうのがあります。で、距離少ないでしょ。はい、で後で説明しますけれども、はい、やっぱりこのブレンボのブレーキですね。はい、これですが入ってると。はい、355mm かな、ローターっていうのが入ってきたので、おこれは久々内っぽいと思って買ったと、はい、いうのが経緯でございます。まあ、入ってきたのもね、先週入ってきたばっかりなんで、じゃあここから早速、ご紹介していこうと思います。はい、なので本日よろしくお願いします。お願いします。はい、では行きましょう。改めまして、車の内容を伝えると、平成12年9月登録の、アリスト V300 のベルテックスエンジンですね。はい、V300 ってことはエンジンはターボですか、ターボじゃないですか。ターボ、ターボですよね。はい、このターボエンジンは何と積んでるエンジンと同じでしょうか。セルシオ、セルシオちょっと分かんないです。セルシオにターボ好きがある、すいません、ちょっと分かんないです。分かんない、はい、スープラですよ。はいいや、その割に知ったくせに反応薄いスープラ、そう、スープラと同じ。だからさ、この間販売したじゃん、 JZ80 の白のスープラあったでしょ。はい、動画でもあれ、動画載せたよね。あ、載せてないか、動画載る前に売れちゃったんだから。スープラマフラーだけ撮って売れちゃった。マフラーを撮りました。そうだよね。はい、まあ、あれと同じエンジンなんですよ。はい、CJZ の、ツインターボエンジン、ノーマルで280馬力です、はい、で、走行距離が6万キロ、まあ、シフトはもちろんオートマーチックしか設定がないのでオートマーチックという形になって、はい、シュークレキなし、
もうオークション評価点までに言うと 4.5 点の B なので、まあ、中古車の中では最高評価じゃないでしょうかという感じの車になります。 OK ですね、はいはい、じゃあですね、早速付いてる社外品紹介するんですけど、まずはホイール、ちょうどトムスが上向きになっちゃったんですよ。ホイールはトムスの、ホイールですね。型番なんていうんだろうな、わかんないけど、トムスのホイールです。で、単造のワンピースで、軽さが確か9キロちょっとぐらいしかなくて、かなり軽い作りのホイールになっているという形ですね。で、ナットは謎に PBS のナットが入っている。これ、あ、本当そう、PBS のナットが入っています。ですね、はい、で、ブレーキが、ブレンボのブレーキ。あの、F50 の、ブレンボのブレーキっていうのかな、はい、F50 かの、ブレーキに RDD の、ローター、多分355mm でいいと思いますけども、はい、が入ってます。まあ、この手を結構やってくれるショップってさ、実はあのみずほ、あのうちと同じ市区町村のところに、はい、ビオさんっていうところがあるんですよね、はい、っていうあのブレーキとかのチューニングが結構お得意なショップがあって、まあ、そこでやってるかもちろん分かんないんだけど、はい、そこで見るとね、大体このブレーキだけで部品だけで40万ぐらい。そうなんですよ、うん、まあ、もちろん工賃とか別なんで、まあ、入れりゃ50は軽く超えるんじゃないかなっていう、代物がついてると、はい、しかもアリスト車重重いですから、はい、ブレーキは重要かなと思います。のでこれかなりポイント高いと思ってます、はい、結構ねブレーキはね結構注目するんですよね、はい、まあ、ただリアに関してはノーマルです、はい、ノーマルのブレーキフロントだけっていう形ですね、はい、で、太さは標準サイズで爪はちゃんと折られてないんで、っていう感じでございます。で、下がってるこの車庫調ですね、車庫調はトムスの車庫調でアドボックスが入ってます。もう絶版品だし、まあ、年数も経ってるんで、左もあると思うんですけれども、まあ、言ってもそのやっぱトムス商品定価は車庫調35万円ですね、はい、結構高い、はい、うん、はい、で、次はマフラー、マフラーは TRD のマフラーです。なのであのトムスのマフラーと違って TRD のマフラーなので、ちょっとこっちの方が音は大きいですね、はい、後で臨場します。で、下から覗くとマフラーが入ってるといいかな。っていう感じのところになっています、はい、外装はそんなもん、はい、エアロとかは特に巻いてない、スモークすら立ってないスガラスです、はい、という形ですね、はい、で、続きまして内装に関してはメーカーオプションの本革シート、張り替えじゃなくて、純正の本革シートがついているのと、あとはナビゲーションも純正のナビがついているという形になっていて、で、サンルーフはなしと、はい、はい、した方がいいっていうご意見はもちろん分かりますが、雨漏れの心配もないし、はい、車重も軽くなるし、いいじゃないでしょうか。それで、はい、そうです、物はいいようですね、はい、これだからだから新車の時のこれテープでしょ、ね、あ、これとかね、あ、でも違うわ、これも変えてる、だからわエンブレムも確かそうだしね、そうレクサスエンブレムに変わってるんだ、これは新車の時のですかね、はい、あの内装はかなりクオリティ高いですね。そうですね、スカフプレート後ろはアリストじゃないですか後ろは前だけレクサスですか、はい、はい、っていうかですね、ちょっとやりきれなかったんでしょう。で、後ろのエンブレムレクサス、あ、流行ったな昔、アメリカだと GS300 ですね。ちなみにアメリカでは GS ですけれども、あのターボエンジンのグレードは確かないんだよね、はい、でフロントもレクサスです、はい、になっているはずです。で、さらに言うとハンドルもですね、レクサスエンブレムが入ってるんじゃないですか、ついてるだけなんですよ、あ、ついてる横から、横から見ろ、こういう感じです、確かに貼り付けてる、はい、っていう話です。ちょっとだから、なんだろう、あ、これもやっぱ後ろはありそうだね95% ぐらいやって
最後やりきんなかった感じって言ったらいいですか。ちょっと途中で。そうですね。でも全然いいよ。あ、鍵もレクサスだ。ここやってる。これにか、これとか剥がれそう、剥がすわ。テープ残っちゃうな。触んないでこう。はい。という形の状態でございました。はい。コンピューター多分ノーマルだと思うんだけど。まあ、エンジンルーム、ノーマルです。はい。ちょっと入っていったばっか、まだ汚いですよ。まあでも、普段気になるオイル漏れも、まあ、この距離だからねっていうのはありますけど、まあ、パッと見た感じはなさそうだし、まあ、ホース類も綺麗だし、サビとかもそうだね、そんなに目立つものないし、もうやつら綺麗にしてやればあれかな、うん、いいんじゃないでしょうか。じゃあエンジンかけてみますね。はい、はい。中のロックが外れちゃったのか壊れちゃったのか、こういう感じです。オークション会場から持って帰ってくるさ、気づいたのかな。隣の人の運転してたらびっくりするあれっつって俺の車が映ってるみたいな感じでっていう感じなので、ちょっとこれは何とかしようと思ってるんですけども、これは修理はできる。ね、多分修理できるか側ごと交換になっちゃうか、まあ、どっちが早いんだろうって感じで、そう、これが唯一この車の欠点じゃないですかね。あとはあのアルミホイールちょっと傷があったりとか、まあそれはしょうがないかなと思います。気になる人は直せばいいっていう感じです。塗装本当に上面のツヤがあって全然綺麗だし、まあここちょっと浮き剥がれありますけど、これもアリスト結構あるわけなんですけど、こんぐらいだったらまだいいんじゃないかなっていう感じでした。はい。はい。で、背あるよね。という感じでございます。で、内装ですね。内装は革シートなんで、シートちょっとだけやっぱ擦れあるんだけど、だったザメのさっきのところ。はい。まあまあまあ、これぐらいだったらいいんじゃないですか。感じですね。はい。で、あとは、あ、向こう側から回ってもらった方がいい。涼しいね。はい。まあ、ダッシュボードはもちろん綺麗ね。はい。これは暑さ防止のために、ああ、まあそれでもやっぱ熱持つな。純正マルチのナビゲーションオプションに JBL のスピーカー、これはセットだったかな、確かに。はい、で、地デジチューナーもついてるんで、権利が今ありますから、はい、まあそう、通常のテレビは
アナログ放送なので、はい、砂嵐なんですよ、はい、なんですけれども VTR 入力の方で、地デジのチューナーがついてるので、まあ、地デジ今の地デジのテレビが見れるという形に、なっております。あとはまあ基本的にはノーマルで、あでですね、ここにねデフィのブーストメーターがついてます。あ、ここになるんですね。こんな感じですね。で、ここのあれがあるのでピークのこういうのを見たりとか、録画じゃないんだな、まあ記録させたりとかもできるようになっているという形でございます。革シートなのでシートヒーターも純正でついているという形とか、あとはこれ純正オプションのエアピューリファイヤー空気清浄機ですね。電動コーナーポールついてたらしいんですが、今はついてないので、多分これ次の前買った人が穴埋めしたんだと思います、はい、という感じでございます。あと ETC がついてるかな、はい、このままこれアリスト、これよくね閉まらなくなる問題あるんですけど、ちゃんと珍しく閉まる、はい、っていう感じでございました。この車はねドライブ入れて右側に倒すと、ここでアップダウンでシフトチェンジができるようになる、はい、まあオートマですけど一応マニュアルっぽい乗り方もできるという感じですね、はい、まあ、エアコンパワーステパワーウィンドウとかは問題なし、まあ、さっき言ったそのミラーを除いては、はい、機能的には全く問題なく動くかなという感じですね、はい、テールランプに関しては LED の玉が入ってるから、はい、まあ、スモールつけると玉切れランプつくんですけど、はい、まあまあそんなのは気にしないんじゃないかなという感じでございます、はい、もし気になるだったらノーマルのバルブに戻したりとか、まあ抵抗入れてもいいのかなっていう感じでございました、はい、あとは突起すべきは特にないかな、はい、下回り、まあ、もちろん内装外装これだけ綺麗なんで、はい、保管状態も良かったので、まあ、こういったねところとかも綺麗だし、後ろのよいしょ綺麗ですね、はい、錆びなく綺麗になっておりますという感じでございます、はい、下から覗いてもらっても下回りのサビも、まあ、そんなに目立つものはないね、良かったんじゃないでしょうか。 OK ですね、はい、はい、スペアキーもあるし、ハンドルのシルトもちゃんと動くと電動でね、結構壊れやすいんだけどね、はい、っていう形です。ミラーだけなんとかしたい以上という感じですかね。タイヤも、あ、そうそう、タイヤもね、これ確かまだね、新しいんだよ。横浜のタイヤで、あれ、粘土どこに入ったの、22年依存、まあ、もちろん山もある、はい、っていう形の車でございました。暑い、やばい、やっぱ日焼けもやばいし、見て焼けてるのもそうだし、作業して焼けてるのもあるんですよ、どっちも、はい、どっちも、はい、じゃあ今日はですね、改めまして、アリストを紹介させてもらいました、はい、結構何台か取り扱ったことがアリスト、うちの得意車種とも思っているアリストでありながら、実は動画に紹介するのが初めてだった。そうですね、はい、でも、まあ、内容もねかなり良くて、改めまして最後に、2000年式平成12年式のアリスト V300 メルゼクスエディション、走行距離6万キロ、周期力なし、内外装めちゃ綺麗っていう車が、入ってきました。車検は11月から今年の11月までという形の車でございます、はい、ご検討いただければと思いますが、結構今お忙しくやらせてもらってるので、はい、そんなにすぐ購入してもらっても困るみたいなところもあるという感じでございました、はい、じゃあ最後よし、なんか質問ある？単純にこの値段が気になります。あ、これね、はい、値段はねまだ決まってないんですよ、まだ、まあ、いかせん、まだ来たばっかりで、はい、いくらぐらいだろうな、でも
前々からの値段で言うと、まあ多分200万ちょいぐらいじゃないかな。300は全然いかないと思う。いかないです。300はさすがにいかないよね。一番初めに言ったように、そのアリストって、はい、結構走行距離がすごいです。ね、15万キロぐらい走ってるやつとかさ、はい、まあ、年式から考えればそこら辺が当たり前なんだけどね。はい、っていうのも、まあ当たり前だけど、普通に100万から、そうだな、150万ぐらいでもあるのかな。っていう感じなんですよ、はい。やっぱりエンジンが、なんて言ったの、スープラと同じエンジンですか、はい、ね。セルショーと同じじゃないですよ。スープラと同じエンジンです。スープラです、はい、と同じエンジン積んであるので、やっぱそれだけでも人気があると言いますか。っていうのもあるし、まあ一方でその、事故現状車とかで潰れてる車とかでも、やっぱエンジンだけ生きてれば、エンジン自体に価値があるので、はい、まあ NA の例えばスープラに乗せ替えたりとかさ、っていうのもあるし、結構あれなんだよね。だからタービンブローをしちゃったスープラとかに、はい、アリストのタービン入れちゃっても全然復活できるから、はい、っていう形でやっぱり流用が効くので、はい、まあ、GTR でいうところのスカイラインの、オーテックですか、はい、わかんないですけど、そんな感じなんですよ。だからね、多分まあ200は超えると思うけど、300は多分全然いかないんじゃないかなっていう風なプライスレンジなんです。はい。で、だから15万キロぐらい走った車を100万じゃ多分買えないと思うんだよな、150万ぐらいで買うんだったら、はい、なんかあともうちょっと出せば、ほんと6万キロとかさ、8万キロとかさ、探せば結構いいのが出てくると思う。で、長く乗るんだったら、そっちの方が最終的にはお金かからないと思う。で、もう一つ言うならば、扱い的にはやっぱり高級車の方の扱いになるので、はい、電子パーツとか結構入ってるんですよね。例えばさっきのハンドルがジューンって動きやすいで、シートもパワーシートだったりとかさ、はい、だからこういうシルビアとか昔の、ね、スカイレンジじゃなくてアナログチックな車と比べると、はい、電装品が壊れた場合結構高くつくと思う。あ、そう、やっぱそのリスクはあると思う、はい、やっぱマニュアルシートだったら壊れないじゃん、はい、当たり前だけど、はい、でも電動パワーシートはやっぱり電動ですから壊れるんですよ、はい、やっぱそういったいろんなもろもろついてる分、故障のリスクは増えるので、であれば程度いいものを買っておいた方が最終的にはそういったコストもかからないで済むんじゃないかというのがあります。はい、はい、だからこれはおすすめです、はい、っていう感じです、はい、長く乗るなら、ね、いう感じでした。はい、はい、じゃあ、そんなところで、今日はこのアリストをご紹介させていただいて、今後、なんか専門店だと思われてるけど実は専門店じゃないんですけれども、はい、100系のチェイサーマークスまだ買い取りで入ってくる。あ、買い取りですごい専門店だと思われてる専門店じゃないんですよ、はい、いろんな車扱ってるんですよ、はい、なんですけど、やっぱなんだろうな、直接お客さんに売ってくれるところに買い取ってもらいたいっていう依頼が結構多くて、あ、そう、だから長野に査定をこの間行ったし、3日後には大阪に行ったりとか、はい、あと岩手に行く予定もあったりとかもありますし、はい、あ、そう、あと、RX7 もね、買い取りで入ってきたりとかするので、結構ここでまた車入れ替わるので、はい、YouTube アップする前に知りたい場合は Instagram フォローしてもらえればそこが多分一番情報早いと思うので、はい、そんな感じでやっていきましょう。ぜひお問い合わせいただきたいと思います、はい、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。